はいどうも、関西クラクラクラブのコミです。さて、本日ね、SGM ブラザーズさんからの最後の動画、送っていきたいというふうに思います。今回はタウンホール10のアタックを1個見てほしいんですけども、最近ね10ってあんまり私お見せできてなかったんですが、今回ね10ですごくなんていうのかな、面白いで、そして強いねアタックが見れたんで、これはねぜひぜひお届けしたいと思って、動画撮らせてもらっております。横さんが攻めてくれたこの攻めですね、見ていきましょう。わりかし、密集系の、まあ、左右対称の陣ですかね、シンメトリーっていうのかな。でこれをどう取っていくかっていうと、赤に式を交えたラバルですね、まあ、スーサイドラバルで取っていきます。で、まずはね動画を全体見てもらってから、ちょっと、プランニングのねお話をして、で最後もう一回流すということで、やっていきたいんで、お付き合いいただければと思うんですけども、しっかりまずは、サイドカットをしてね、ヒーローたちを、ね、この十字区画に入れていきますね。でこの入れていく意図っていうのは、まあ、当然ながら相手のクイーンの処理、あと防衛軍の処理ですね、ここをやっていくっていう意図があります。まあ、ちょっとこれはまあ予想外だったと思うんですが、クイーンが逸れていってしまいましたね。ただまあそれでも相手のアーチャクイがね処理できているので、まあ、ここで、クロークを解放してきっちりと、相手のアイゴレと、コバイドラゴン、これを処理していきますね。で、ここから突撃艦の登場です。突撃艦を一気に、中心部のまで送っていって、ちょっとエア水に打たれたのが誤算だったのかな。それでも、クローン2個に、ね、よって増えたバルーンが一斉に中心部まで向かっていってますね。で中心部に関しても、もうバルーン部隊を入れて一気にこう殲滅していく。でさらに、6時方面からラバルを展開。呪文がね意外と残ってるんですよね。ヘイストが2個に、フリーズが1個か。でラバーハウンドもだいぶ生き残っているんで、これももはやもはやヘイストもフリーズもいらないですね。パピーをむしろ作ってくださいっていうぐらい、まあ、それぐらい余裕がありますよね。で大量のバルーンがもう残ってるんで、全開に関してはもう待ったなし、あとはこのままお掃除をして全開という格好ですね。いや非常にお見事ですね。この攻めのまあ特徴としては、やっぱり見てほしいのは突撃艦からの、クローンライドラーのどこですかね。クローンをね2個持っていってるっていうのが、まあすごい発想かなっていうふうに思います。でもう完全にねこの突撃艦からのクローンライドラっていうのは、中央をえぐるという意図がありましたんでね、もうそこだけのためにこれは使っていたって感じですね。もう最後は、まあ、以前物議を醸したかもしれませんが、ドヤーっと3つ打って呪文ね使って全開と、まあ、楽勝も楽勝ですね。とんでもない楽勝だと思うんですけどあれ恐ろしいですよね。クランレベルが結構高い相手なんですけど、これ23の相手にここまで圧倒的な勝利をするというのはね。で、プランをちょっとお話ししていくと、今回のね、プランって大きく3つに分かれてますね。1つ目のパートっていうのが、ここ、この区画と、あとここですね。相手の防衛援軍とアーチャークイーン。これを手前側のヒーロー部隊で潰していく。これがまず1つ目ですね。なんで、それをやるために、サイドカットですね。あ、ごめんなさい、ミスしちゃった。サイドカットですね。サイドカットは、ここをベビードラで壊して、こっちをガーゴイルで壊していくと。で、ヒーローたちをここからこうね、中に進ませていって、こいつらを処理するっていう、まあそんなイメージですね。これが、まずファーストステップ。まあ、当然ね、スーサイドラバルやる上では、ごめんなさい、声かすれちゃってるんですよ。スーサイドラバルをね、やる上では、相手のヒーロー、特にアーチャークイーンと、防衛援軍の処理、これがね、ドラゴンとか、その対空攻撃ができるユニット入ってる場合には、必須になりますんで、それをきっちりね、やっていくと。で、二つ目、突撃艦からのクローンですね、クローンレイジは、こっからこう入れていきますね。まあ、これ完全に意図としては、このあたりから、このあたりにかけて、こう、増やしたバルーンとかね、ライドラで削っていくっていう意図があります。まあ、そうすることによって、この辺りまで全部イメージとしてはヒーローと突撃艦ライドラで、突撃艦ライドラバルーンのクローンか、これで潰していくっていうイメージですね。
そうすると残るのはまあ下の半分の区画だけになりますから、そこね、ここのところ、ここのところっていうのを、よいしょ、ここのところを、あとは、バルーンで、だーっと潰していくと、流して潰していく。そんなような感じのプランニングになってますね。さて、というところでね、もう一回、このアタック見ていきたいというふうに思うんですが、まあ、言うは易してね、まあ、実際やると結構難しいのがこういうあのアタックの常なんですけども、割とどうでしょうね、あの今回の横さんの攻め見る限り安定してますんでね、あのまあ先日、ライドラを使ってあのカットを加えてからのスーサードラバルっていうのもね、非常に強いですよっていうお話を、まあ、1ヶ月ぐらい前かなしたところなんですけども、この突撃艦2個っていうのもね、うん、まあ、タンウォール10やる方で、まあ、空回しやりたいよっていう方はね、ぜひぜひ候補に入れて考える、ことが十分できる攻め方かなって思いますね。まずここ、ヒーローでしっかりと相手の着衣、あと防衛軍をこう処理していきますね。で、言ったようにもう、十字十一側の区画っていうのはほぼほぼね、殲滅ができちゃってます。なんであとは、2時から3時4時方面および中央を、突撃艦ライドラバルーンで潰していくと。これエアスイーパーがね、上向きになっているので、まあ、そんなに影響を受けないだろうと思ったんでしょうけど、ちょっとね、これはあのクローンが舞いすぎて、あの横さんヒヤッとしたんじゃないかなと思いますね。ただまあこんだけユニットが出てくると、まあ、十分ですね、処理するには足ります。で、上から出してきた自前のバルーンを含めて、中央を一気にバルーン蓋で殲滅しながら並行して、下半分、ラバルを回していきますね。非常にお見事です。中央が殲滅できちゃうと、あのラバルがね、中央とこう横にこう逸れたりすることがないので、きっちりね、こう外周をぐるっと回る、そういう加工ができますからね。まあ、それによって、バルーンの無駄なこの移動っていうのをなくして、しっかりね、数を生き残らせることができる、まあ、そういうところがありますね。これが利点ですね。やっぱりこの突撃艦がね、今回6月のアップグレードで少し体力上がってきましたけども、そうしたことによって、この赤根式かな、まあ、非常に使いやすい環境ができてきましたよね。なんでこのタウンホール10の方は特に、好きなところでね、このライドラバルーンっていうのを破裂させることができるようになったんじゃないかなっていうふうに思います。あのボマーを使うっていうのがね、最近割と流行ってるんですけども、ボマーって割と奥にこう、突破兵器を進めるにはあんま適さないんですよね。あの横に流れちゃったりするケースも多々あるので、わりかしこの壁に近い側、まあ、今回で言うと、あ、終わっちゃいましたね。まああの、ただちょっと暗くなっちゃったんで、もう一回出すか。よいしょ。まあ、今回で言うと、よいしょと、こんな感じかな。こういうところで炸裂させる。場合には、バルーンじゃねえば、ボマーって結構使えるんですけども、この辺りまで持ってこうと思うと、やっぱ突撃艦の方がいいですね。まっすぐ進んでくれるんで、ボマーと違ってね、寄り道しないんで。それがね、今回できるようになったっていうのが、アップグレードで、一つ、大きく環境変わった点かなと思うのでね、今まで、ボマーだけで赤西式やってた方も、突撃艦っていうのを一つね、選択肢に加えながら、今回のね、横さんみたいな攻め方っていうのを、ぜひね、試してもらえたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい、というところでね、本日はタウンホール10からお送りしました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。カンクラにもね、ぜひ遊びに来てください。というところで本日は失礼いたします。バイバイ。